まあ、維新も品がないことを言ったなと思いますけど、立憲も似たりよったりというかね。皆さん、こんにちは、はにゃです。本日は2023年7月24日ですね。で、この動画では、立憲民主党、共産党と日本維新の会が揉めてる件について、関連情報などもまとめてお送りしますので、まあ、選挙の結果を待とうぜと思われる方は、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。 では、今回の目次はこちらです。では、早速こちらの記事をご覧ください。こちらは、朝日新聞7月24日の記事ですね。見出しは。維新は第二自民党でいい。共産なくなったらいい。馬場氏が発言ですね。まあ、ネット番組での発言だからかもですが、オブラールハトというものをもう忘れるなよ。では、中身も見ておきましょう。以下、一部引用です。 立憲民主党からすれば、維新は第二自民党のような存在との指摘に対し、第一自民党と第二自民党でいいんですよね。第一、第二自民党が改革合戦で、どんどん改革をやって、国家国民のためになることを競い合う。それが政治を良くすることにつながるわけで、立憲民主党がいらっしゃっても、日本は何も良くならない。共産党はなくなったらいい政党、以下略、以上ですね。 で、このような維新は第二自民党発言、共産党いらない発言が話題となってるんですよね。例えば、立憲民主党の泉健太代表は7月24日に、維新の馬場代表が自らの党を第二自民党と呼んだ。自民党にとっては最も楽な政党だ。監視も甘くなる。各共有や憲法改正が先になり、経済や生活の論戦は後回し。立憲民主党に力を。 経済、少子化対策、雇用の改善に力を尽くし、おかしな政治とは戦います。などと批判されてますし、また共産党の小池晃氏は同日に、維新馬場代表が日本共産党について、日本から亡くなったらいい政党だと方言。他党の政策について批判したり、論争することは当然あっていいことだが、存在そのものを否定することなど断じて許されない。民主主義を否定する暴論だ。 あなたの意見には反対だが、あなたがそれを主張する権利は命をかけて守るといったボルテールの爪の赤でも煎じて飲むべき。とかおっしゃってますね。まあ、小池氏の発言に対しては、いやいや、お前の政党を批判するルートが違ったら排除する。すなわち、党員の存在そのものを否定する政党じゃん。どの口が言うねんという趣旨の突っ込みが多数見られますが。 でね、そもそも泉健太発言も今更という感じしかしないのよ。例えばスポーツ報知5月29日の記事では、前大阪市長松井一郎氏幻に終わった安倍晋三代表菅義偉幹事長の維新新党構想を語るという見出しのもと、12年春、市長に転身した橋本氏。橋本氏の後を受けて知事に就任した松井氏が率いた大阪維新の会は、市長選などで連勝を続けた。 次の狙いは国会での議席獲得。だが、共に養殖にあり、国政の転身は難しい。橋本氏に相談し、永田町の経験豊富な人物を党のトップに据えられないかとの考えが浮かんだ。二人は一気に動く。安倍氏、菅義偉氏に、党の代表と幹事長のポストをお願いしよう。当時、民主党政権の支持率は低迷し、有権者の注目も内紛に明け暮れる政権よりも、大阪へと向けられていた。と伝えていますね。 うん。安倍菅政党になりかけてたんですよね。維新って。それに、まあ維新は自民党とある意味票を取り合うというか、考えの路線はそもそも遠くはないこともある。ですから、そもそも別に立憲から見れば第二自民党ってのはその通りではあるわけですよ。したがって、泉さんが今更揶揄する方がおかしい。というか、そもそも泉さんの頭がおかしい。 例えば2022年12月11日、産経新聞によると、会談で泉氏から、維新発作、維新の政策集を全て読んだが、大部分で強調できるところがある、と伝えられたことも明かした、などと、立憲が維新と同じような考えもたくさんあるよ、的なことをね。<laughs> まあ、この時期はある意味、狐と狸の化カし合いというか、共闘できる部分だけは共闘するって感じでしたけどね。利用してるって感じかな。 もちろん皆さんご存知の通り、小西猿発言事件以降、完全に縁を切った感じがしますが。それに立憲さんも他党の存在を軽視していることは以前からあるんですよね。例えばこちらは産経新聞2023年2月24日の記事ですが、国民民主党の新馬克也幹事長は24日の記者会見で、立憲民主党の岡田克也幹事長が、働く人々を代表する政党は一つで十分だと述べ、 両党の合流を訴えたことに不快感を表明した。新橋は国民民主党はいらないというふうに取れる非常に残念だと語ったとありますし、また立憲国民民主の再構成の直後になりますが、2020年9月21日の日刊スポーツでは、立憲民主党の小沢一郎衆院議員は21日、都内で開催した小沢一郎政治塾の最終3日目に塾長として講義を行い、野党再編による政権交代について言及した。 11月には社民党も一緒になる予定。共産党は特別扱いとして野党は一つになると語ったとおっしゃってますが、皆さんご存知の通り、未だに社民党はしつこく生き残ってますね。で、この2つの事例はどちらも 他党を叩き潰すという文脈ではなく、他党を吸収して政権交代を目指すという意味で語っているものでしょうし、その意味では、維新の馬場代表のような共産党はイラン発言とはニュアンスがだいぶ異なりますが、他党の主体性、そしてその支持者のことは軽視しているという意味では、まあ、維新馬場さんと変わらないよとは思いますけどね。この点に関しては、野党はどこも似たりよったりな感じが。で、まあ、 例えば、ベーシックインカムに関してだったら、立憲の小川淳也氏と維新は手を組めるでしょうし、とはいえ国家間は多分だいぶ違うんだろうな。てか、そういえば最近、立憲さんは自民党のイデオロギーとしては差がないから金をくれって情けないことを言ってたけど、それって第三自民党宣言だったのかなまあ立憲からすると維新がいなくなったら自分たちが第二自民党になれると思ったのかな まあそういえばね、総裁選の頃なんかは、岸田さんと話がうまくいくんじゃないのか、立憲民主党は岸田政権ならば、仲良くやっていけるんじゃないかとか言っててね。 結局は袖寝されたりしてますけども、まあね、維新さんは共産党はいらない政党だというふうに小馬鹿にしていましたけども、まあ皆さんも思ってるでしょうけども、多分その前に共産党よりも先に立憲民主党が消えちゃうんだろうな、まあそんなふうにしか思わないんですけども、皆さんはいかがお考えでしょうか。ぜひともね、皆さんの感想、コメント欄でお伝えください。またね。 ぜひともチャンネル登録、高評価もお願いします。ところで、維新と立憲がかなりね、喧嘩をすることになったきっかけの一つといえば、小西さんの問題ですけども、久しぶりに小西さんが維新の馬場代表に対して不思議な手紙を残していった件について思い出したい方はこちら側を。まあ、そういえば、この件に関しては、馬場さんが嘘をついてるっていうふうに小西さんがその後騒いでたので、その続報も知りたいんですけどね。まあそれはね、今、小西さんの発言待ちをしています。 また、憲法学者の小西さんが、普通の法律系の人間は誰も知らない独自のワードを作って意味不明なことを言ってる件についてお伝えした動画をこちら側にご用意していますので、久しぶりに小西さんの動画を見たい方は、ぜひともね、チェックしててください。では、次の動画、ライブなどでお会いしましょう。バイバイ。